その人とどうなりたいみたいな具体的な目標があれば。仲良くなりたいってことはうまくいってないってこと？その料を作ってるのは自分の手だから、そのこだわりを捨てればすぐに檻は解かれるっていう感じだけどね。今指針がなくてさまよってる状態ってことかな。うん。そんなその人をあなたはどう受け止めてるのか。はい。どん。あ、うーん。情熱の木が燃えすぎちゃって二つに割れて気持ちが分断してるっていう。どうしようかな。進むべきか進まないべきか。まあだから同時に善悪のバランスも崩れてるんじゃないのかな。うん。わかる気がする。うん。わかる気がする。うん。じゃあおやつとその人の声のキーカード。つ、はい。ああ。これは。わかんないな。どうしたらなんだろう。ちょっとごめんね。うん。辛いけど、うん、今は絶対に進めるべきじゃないだろうね。進めるっていうのは、うん、別に別れろって意味じゃなくて、うん、それなんかあんの？多分お互いそれどころじゃないから、うん、変に気持ちが溢れすぎると その気持ちが逆にお互いにプレッシャーになって中途半端さがこの運命のは止めてるよね。占いじゃ答えは出ないよ。どう思うかみたいな。思うかじゃなくて動くかでしょ。